皆さんこんにちは。現在後半戦に突入し、激しい優勝争いを繰り広げているプロ野球。一方、優勝争いから陥落したチームもちらほらと存在しており、そういったチームは来季に向けて戦力の見極めや若手の育成などに着手を始めています。そんなプロ野球、今年の前半戦を振り返ってみると、とにかくトレードが多かった印象がありませんか。しかも移籍した選手は軒並み活躍しており、昨年オフに行われた現役ドラフトとも相まって非常に市場が活性化されていた印象があります。7月31日にトレード期間が終了したため、シーズン中での選手の加入はもうありませんが、これだけ市場が活発になれば今オフにもトレードは活発になるのではないでしょうか。実際今季は移籍しなかったものの、他球団であれば活躍できるのではないかという選手もまだまだたくさんいます。そこで今回は、現在活躍できていないものの移籍すれば活躍できるのではないかというトレードの目玉選手について何名かご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。1. 高橋純平。1人目は福岡ソフトバンクホークスの高橋純平選手です。2015年のドラフトで3球団から1位指名を受けてソフトバンクに入団した高橋選手、4年目の2019年にはリリーフとして45試合に登板して3勝17ホールドの成績を残しましたが、それ以降は度重なる故障もあって低迷しています。昨年は1軍登板なしに終わり、今年もここまで1軍での登板はなく、2軍でも21試合に登板して防御率は5点台後半と結果を残すことはできていません。一方、先日3軍で出場した徳島インディゴソックスとの試合では、最速149キロのストレートを武器に1回を三者凡退と圧巻の投球を見せており、調子は上がってきている印象を受けます。素材の良さは素晴らしいものがあり、楽に腕を振って速いボールをコーナーに投げ分けることができるのは大きな魅力でしょう。今年で26歳とまだ若く、現役ドラフトで移籍した大竹選手、近藤健介選手の人的保障で移籍した田中正義選手、日本ハムのように環境が変わればブレイクする可能性も十分にあると思います。ただ怖いのは怪我の多さです。ここまで出番がないのもほとんどは怪我が原因、さらに怪我が原因で制球を乱すシーンも多かったので、仮に移籍するにしてもこの辺りを改善できなければ意味がありません。日本ハムに行った田中正義選手のように、その辺りをサポートできる球団に移籍できればそれがいいのでしょうが、結局は本人次第。もしトレードに出すとしたら、どの球団がいいのでしょうか。一般的に見れば中継ぎ不足が問題となっている巨人などがいいと思うかもしれませんが、巨人の原監督は怪我しやすい選手に非常に厳しい監督なので、獲得に動かないのかなと思います。個人的にはくすぶっている選手を再生させることに定評のある日本ハム、もしくは投手育成がうまい阪神などがいい気がします。特に阪神はこれまで大竹選手やスアレス選手、梶谷選手など多くのホークスの投手陣を戦力化していますし、歴史的に見てもこの両球団はよくトレードなどしています。パイプもあるでしょうし、オフのトレードは大いにありえるでしょう。ただドラフト1位で入団した高橋選手はホークスにとっても今の場所で花開いてほしいと考えているはず。何にせよあまりチャンスは残っていない高橋選手、来季はどうなるのか注目です。2. 黒木裕太。2人目はオリックスバファローズに所属する黒木裕太投手です。2016年にドラフト2位で入団した黒木選手は、ルーキーイヤーの2017年にいきなり55試合に登板するなど、ブルペンを支える存在となりました。2018年にはセットアッパーとして開幕1軍入りを果たすと、9試合連続無失点を記録するなど比較的安定した試合が多い一方、失点する際は複数失点するなど好不調の波は激しい選手でした。また2019年には右肘の状態が悪く、病院に行った際にこの状態でよく投げてたねと言われるほど状態が悪化、トミー・ジョン手術を受けることが発表され、オフに育成契約となります。2020年には支配下選手に戻り、昨シーズンようやく4年ぶりに1軍復帰を果たし、27試合に登板して復活を印象付けたものの、今年は1軍と2軍を行ったり来たりする日々が続いており、ここまで1軍では6試合の登板にとどまっています。それでもコンスタントに150キロに迫るストレートは勢いがあり、決め球であるフォークで空振りを奪えるのは大きな武器で、コントロールも安定しています。阪神の元監督矢野氏は、
トミー・ジョン手術を受けた選手が完全復活するのは3年後くらいからということを過去に発言していたため、その言葉を信じるのならここから徐々に復活することも期待できます。ビリーフが手薄な球団にとっては魅力的な人材であることは間違いありません。もし移籍するとすればどの球団がいいのでしょうか。個人的には中継ぎの手薄な巨人に移籍すればある程度活躍できるのではないかなと思います。またトミー・ジョンを受けていることを加味すれば、そのあたりも計算した上で投手を運用できる千葉ロッテなんかもいいかもしれません。直球も良くて制球もいい中継ぎ投手というのは投手不足のチームにとっては喉から手が出るほど欲しい選手でしょうし、オリックスの投手陣はかなり盤石で出番も少ないでしょうから、移籍して花開くことは十分あり得るでしょう。もしかしたらオフに移籍があり得るかもしれませんね。3、北村匠海。3人目は巨人に所属する内野手北村匠海選手です。2017年にドラフト4位で入団した北村選手は3年目の2020年に1軍で17安打2本塁打をマーク。翌年の2021年には23安打4本塁打を放ち、才能の開花を予感させましたが、その後は出場機会が減少。今年も1軍では8試合の出場でわずか1安打という成績となっています。一方2軍では3割を超える打率をマークしており、36四球はチームトップの数字で、出塁率の高さも魅力です。また内野であればどこでも守ることができるのも持ち味で、アジア大出身ということで小技もうまく、かなり万能な選手という印象を受けます。チームでは門脇誠選手や中山礼都選手、増田陸選手など若い選手がいるだけに、なかなか出番はありませんが、貴重な右打ちのパンチ力のある内野手として面白い存在ではあると思います。もしトレードに出すとしたらどこがいいのでしょうか。個人的にはソフトバンクはいいのではないかなと思います。宇打者不足に悩まされているソフトバンク、北村選手は戦術の通り宇打者ですし、パンチ力もあります。また内野もどこでも守れる上に小技もでき、さらに出塁率も高いため、課題の宇打者だけでなく一番打者問題も解決できる可能性もあります。もっとも北村選手の特徴を考えると2番打者の方が向いている気はしますけどね。1番三森選手、2番北村選手という打順も面白いのではないでしょうか。最近では巨人の石川慎吾選手がロッテに移籍し大活躍を見せていますが、石川選手も2軍で打ちまくっていたにもかかわらず1軍で出番がなくて移籍し活躍しています。北村選手もそういった存在になれそうな気はしますね。4西川遥輝。4人目は楽天に所属する西川遥輝選手です。かつては日本ハムの1番打者としてチームを引っ張り、4度の盗塁王を獲得するなど、これまで紹介した3人と比べると実績十分の選手です。2021年オフにノンテンダーという形で日本ハムを自由契約となり楽天に移籍しましたが、同じタイプの左打ちの外野手が多いチーム事情もあって移籍2年目の今年は出場機会が激減。ここまでわずか12安打という数字に終わっています。それでも2軍では35試合の出場で打率3割6分7厘4本塁打と格の違いを見せており、8盗塁をマークするなど自慢のスピードは衰えていません。日本ハムでレギュラーを獲得したのが早かったためベテランという印象があるかもしれませんが、実は今年で31歳とまだまだ老け込むには早い年齢でもあります。出塁率の高さとスピードは大きな武器であり、外野が不足している球団であればまだまだ復活する可能性はあると思います。具体的な球団を挙げるとすれば西武ライオンズが1番打者という点でも外野手という点でも不足しているためいいかもしれません。ただ守備力と素行に難があることでも有名で、実績の高さもあって使いにくさは否めません。もっとも年齢を重ねいろいろと経験してると思いますし、もしかしたら良いベテランとして選手を引っ張ってくれる可能性は十分にあるでしょう。楽天に残るより移籍した方がまた輝く可能性は十分にあるかもしれません。皆さんいかがだったでしょうか。冒頭でも紹介したようにトレードや現役ドラフトで環境を変えたことで力を発揮する選手は増えてきています。トレードは言い換えれば球団が必要としてくれているということ。選手を生かすためにも今後もトレードを活発化させて様々な相乗効果を生み出してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。